藤娘は、大杖の画題。娘が黒の塗り傘に、藤尽くしの衣装で藤の花枝を傾げている姿。大杖に台を取った歌舞伎舞踊の演目、及びその伴奏の長唄。藤娘の姿は、多くの日本人形や羽子板の教えにも用いられている。ワシントン DC の日本舞踊家の藤娘大杖。 藤娘藤娘は、大見国大津の名物でまた平という絵師が作ったという戯れへ、大津への画題の一つ。両縁の古夫とされた。担ぎ娘、藤士継次娘とも。藤娘の春駒、歌川広重、東海道五十三体、大津は、歌舞伎演目、京成半言項の一幕、きつを題材とする二式へ。また平の中村座初演、二代目。 石蔵十郎が待った。作詞は、勝井玄八。元は、絵から出てきた娘が踊るという趣向の語変化舞踊、歌へす歌へすよはううつへの一曲だったが、六代目、小野駅菊五郎が娘姿で踊る、藤の精という内容に変えて、演出を一新して以来その方が一般的になり、今日でも人気の歌舞伎舞踊の演目の一つであるばかりか、日本舞踊でも、 必須の演目の一つとなっている。歌川国貞、三十郎、大津江藤娘変化舞踊、歌へす歌へすヨハ大津への一曲。藤娘は最初の曲で花道のすっぽんから現れて、大津江同様の姿で踊った。なお初演時には、藤娘の曲が終わりかかると、舞台に着ぐるみの犬が出てきて、娘に飛びつく、すると娘がびっくりした表子に。 それまでのかつらや衣装が舞台上で脱げ座頭の姿となり、持っていた藤の枝も仕掛けで杖に変わって、そのまま犬と一緒に座頭の所作を踊るという演出だった。昭和12年に六代目、小野菊五郎が顎変化舞踊の一つだった藤娘を独立させ、長唄の間に藤音頭を挿入して演出を一新したもの。藤の絡んだ松の大木は、松が男を、 藤が女を象徴している。筋は、藤の絡んだ松の大木の前に、藤の枝を手にした藤の精が、意のままにならない男心を切々と嘆きつつ踊る。やがて酒に、酔い狂に乗って踊るうちに、遠寺の鐘が鳴り夕暮れを、告げると、娘も、夕暮れと共に姿を消す、というもの。若紫にと帰りの花を表す。 松の藤並一目席重塗り傘シャントぶり掲げたる。一紙は、紫深き水道の水に染めて、嬉しきゆかりの色に愛しと書いて、藤の花エーションがいなすそもほらほらしどけなく、鏡山人の死がより好みの死がお帰り見る目の死を泣き、海に、娘姿の恥ずかしや男心の憎いのは、他の女子に噛みかけたわ、じと、三井の金ごとも、片一回の石山に見は、 うつせみのから先やまつよるおよそに、ひらの雪溶けて、大瀬のあたねたまいようものせたにゃわしゃのせられて、文も、かたたのかただより心、やはしのかこちごと松を、食よなら、ありまの里へ上え参せいつまでも変わらぬちぎりか、いどりずまでよれつもつれつまだ根が足らぬよいね枕のまだ、根が足らぬふじに巻かれて、寝とこざる、ああなんとせうかどせうかいなわしが、 小枕お手枕空も霞の夕出りに名残をしみて、帰る仮金流派によって多少異なる。間に、イタコデ島や、富士温度が挿入される。イタコデ島のマコモの中に勝負咲くとは潮らしいさ、朝酔いやさあうじの芝線早瀬を渡る、私は君ゆえのり船さあさよいや、さあ花は、色く五色に酒と主に見返る花はないさ。 朝良い朝花を一元忘れてきたが後で昨夜、開くやらさあ朝良い朝、良い朝品もなく花に浮かれて人踊り藤の花房、色よく長く可愛がろとて酒こうて飲ませたらうちの男松に絡んで締めててもさても十帰りという名の、肉や帰るという意味言葉花物言わぬためしでも知らぬ、そぶりはならぬ今日松にすがるも好き好き松をまとうも、好き好きすいて好かれて離れぬ中は、 時はぎの立ち返らで君と我とか、おの嬉しを嬉し、返すかへすよはおつえは、文政九年江戸中村座書演の五変化舞踊。勝井い八、三章や二十三次作。四代目、きねや六三郎、初代木よもと、表へ作曲。下代に、返す返すとあるのは書演の二代目、石蔵十郎が、江戸歌舞伎から、上方歌舞伎に戻る直前に演じたことにちなむ。 ありがとうございます。